現代の日本人はもっと空いた時間とか余暇の時間かな、無駄な時間、そう、無駄な時間をもっと楽しむっていうような方向性で物事を考えた方がいいと思うんです。というのも、私がよく読んでいる、新聞があるんですね。そこではですね、なった記事で電子レンジの話なんですけど、電子レンジっていろいろ種類があるとは思います。ですが、その時取り上げられていたのは、ゲーミングウェーブ X という、電子レンジなんですね。で、これはどんな電子レンジかっていうと、電子レンジってこう食べ物を入れてポチッと押しますと、で時間かかりますよね、こうチーンって止まるまで。その間ミニゲームが楽しめるっていう形の電子レンジなんですね。そのゲームではね、インベーダーゲームとか、そういったまあレトロゲームですね、それを遊べるという、そういった機能がついているようなんです。値段はね、13万円ぐらい、まあそこそこ値張るかなって感じなんですけど、まあ、16作品ぐらいだったかな、レトロゲームが入っているので、そのご飯ね、待ってる間にそういったゲームができるっていうのはいいんじゃないかと私は思うんですけど、ただ反対意見があって、それ何かっていうと、反対意見しようかな、批判的な意見もあって、それがね、京都大学の何だっけ、マイクロウェーブ研究所の坂本義太夫という人だったかな、が意見を出したんですけども、その人が言ってたのが、とはこういう、そういうね、待ち時間がなんかゲームってやってるんだけども、例えば次出てくるプレイステーション5に関してはほとんどローディングの時間がないんだと。という感じで、ゲームっても進化してるんだと。で、いろんな、中略があって、で、最後に、技術としてはね、待ち時間をどうこうするんじゃなくて、その生産性を上げる。電子レンジだったらすぐにチンとなるような、待ち時間ないようなね、そういった方向性で進化するべきなんじゃないかっていう意見があったんです。で、それも確かにごもっともなんですけれども、なんだろうな、プレイステーション5はね、持ち出してくるのはちょっと僕違うと思ってるんです。で、なんでかっていうと、例えばそうだな、パソコンゲームとかもそうなんですけど、SSD っていうとかね、あとね、ハードディスクドライブか、また違う、こう SSD ってね、やつ、忘れた名前を使うかで、ローディングの時間変わるんですよ。だから、ゲーム機の進歩じゃなくて、ゲーム機のデータを入れている、そのメモリの、がどういった形かとかね、どういった性能を持つかっていうので、ローディング、読み込みの時間は変わるんですよ。で、何が言いたいかっていうと、だから、プレイステーション5が偉いんじゃなくて、プレイステーション5の中に入ってる SSD が優秀なんですよね。技術の進歩じゃなくて、そのメモリーの違いであると。まず一つ言いたいと。で、それはまず置いておくとしても、待ってね、3分で終わらせようとしてるんだけど、ちょっと終わんないね。ごめんなさいね。キリのいいところで終わらせますから。で、それ一回置いといて、で、だからゲームの進歩とそれはまたちょっと別なんですよね。それはメモリーの進歩なんでね。で、電子レンジに関してはさ、そういったことをできるかってできないんですよ。一瞬でチンとこう出来上がる機構はまだ発明されてないんですよね。で、例えばその2分で出来上がるような電子レンジの時間をもう1分30秒にしましょうっていう努力は、これは認めるんですけども、現実問題それが実現していないというのであれば、その時間をいかに楽しくするかっていうふうに、問題を少しずらして考えてみても大事だと思うんですよ。実際アンケートでは、9割ぐらいの人はね、こんな機能いらないと言ったらしいんですけど、でも1割の人は楽しんだわけですよ。その人がそこに需要があるわけですから、1割の人は楽しいと思った、だから買おうかな、ゲーミングウェーブ X 買おうかなって思ったわけですよ。その時点でもゲーミングウェーブ X はもう、社会にね、市場に対してある程度価値のあるものなんですよ。だから、そういった批判は実は当たらないんじゃないかと思っております。で、加えてみると、加えて言うと、実現不可能なんですよね、結局、その1秒で出来上がるか、2秒で出来上がるっていう、それは電子レンジはね。ゲーム機やったら、そういったメモリー、ディスクとかね、そういった記憶媒体を変えることで限りなくそういうことができるんですけど、電子レンジはできないと。だから、そういった余暇をたの、あの、なんだ、無駄な時間を楽しむっていうのが必要なんじゃないかと思うんです。で、これは他のことでも言えるわけであって、無駄な時間は少ない方がいいとか、待ち時間は少ない方がいいとか、効率を重視していくっていうのは大事なんだけれども、でもどっか限界があるわけですよ。技術的な限界であったり、その時の都合であったり、それを考慮した上で、じゃあその時間をどう楽しくするんですか、楽しむ方向に持ってきませんかっていうような、効率的な限界が来た時に一回ずらして考えるっていうような、そういった知識が大事だと思うんですよね。日本人はちょっとね、せこせこしすぎな点があると思うんですよ。ゲームだってさ、本だって読むのだってさ、文学部に入るのだってさ、結局みんな無駄だっていうところもあるんですよ。でもそうじゃなくて、そのプラスアルファの何かが出来上がるわけですよ。無駄な時間なんてないんですよ、この世には。そのゲームを楽しむっていうことで心が休まればいいじゃないですかって私は思うんですよ。そういった意識がね、あってもいいと思うんですけどね。
ていう話でした。皆さんどう思いますか？